皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあ、こちら前回から作り始めましたキリア海底都市の街、今回さらに発展させていきましょう。でですね、ちょっとね、この水門、水力発電所を作ったところのそばが、こう水が浸食しちゃうんですよね。こことあと前回もこっち側水が高速道路の方まで行っちゃってましたもんね。まあこれ、ここを少し高くして、そして向こうとつなげているので、まあ最大でここまで水が溜まるということですもんね。なのでこの水がこっちに普通に入ってきてしまうので、ちょっと今回ここをまずどうにかしてからさらに街を作っていきましょうか。でここをどうにかするなら、この防水壁で囲うか、もしくはこの地形変更で、ここ全体をガーッと高くするという手もあるんですよね。で、今までこの地形変更お金がかかりすぎるのであまり使ってこなかったので、今回これでやってみましょうか。ここと同じ高さでこの島をぐおーっと盛り上げていく。こうして水を防いでいく。あ、ここまで来たらそんなに高さ変わらない。そっか、島全体が高いところと低いところとある感じなのか。そっか、全部が同じ高さじゃないですもんね。ああ、そしたらどうするかな。完全に真っ平らの場所にしちゃったらちょっと逆におかしくなっちゃうか。少し坂道っぽい感じにするか。もうここ場所によって高さが全然違うのか。坂道っぽい感じにするか、それか階段状にするか。まずはここら辺をこの高さで作って、でここは一番低い、ここの高さに今度その下側を合わせる。でここだけは高くしておくか。でこうすれば、あ、そうか、ここの高速道路とまたおかしくなるか。一旦ここの高速道路ちょっと一回壊れてますか。改めて見たらこの島なんか魚みたいな、たい焼きみたいな形をしている。たらこれで、高さを少し整えた状態でこっちとつなげる。あー、でもこうしてみるとここなんかちょっと狭いか。ここ3つの階段に分けようかと思っていたけど、この上と下で分けるか。この高速道路を挟んで上と下で分ける。よし、こっちの方がいいか。あー、待てよ、それならこの高速道路もう一回壊して、よし、これで、片側を高いところそして、もう片方を低いところという、こんな感じでやってみましょうか。そしてこっち側はこの低い方で等高を合わせる。よし、これで OK だ。これでこのたい焼きみたいな島の上半分と下半分で街を作っていきましょうか。さあ、これでここで水が流れ込んでくることもなくなりましたね。オッケーですね。よし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 。うわ、つば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 。これはこっち側の水力発電所が水没している。で、こちらもゼロになってる。マジか。ここも、水が入っ、こっち側に流れていってないんだ。そしたら、今度こっちにするか。水力発電所をこの辺で、つなげますか。これでこちらの水力が、うわ、すんごい上のところから流れていってしまっている。これでこちらの水力発電所、あー、ちょっとなんかここは引っ込んでる。ちょっと待って待って待って、なんかおかしいぞ。こうすればいいか。これでこの水力発電所で、あ、624MW。よし、ここで電気を発電して、これでこっち側大丈夫になりましたね。ただ、ほら、今度こっち側の島が。まあ、とりあえずは今度この、たい焼きみたいな、この島に街を作っていきたいので、こっち側さえ無事なら、まあ、いっか。
ひとまずはこれで OK か。よし、これで、今度このたい焼き島、名前も作っちゃうか。はい、ここのたい焼き島に町を作っていくことにしましょう。うーん、であとこっち側も第一霧屋島、これでいくか。ここは第一霧屋島で、そしてこっちがたい焼き島、これで行ってみましょう。でまずはこの高速道路に沿った道をこう2本敷いて、ちょっと近すぎるな、こんな感じで敷いて、そしてこの接続道路で出て行く道と、そして入る道を作る。待て、このくらいでいいか。出て行く道と入る道を作って、あ、でもこうするならここ一方通行の方がいいのかな。一方通行じゃないとここでちょっと突っかかったりしちゃうか。まあ一回とりあえずこれでやってみるか。そしたらここの水力発電所の道とちょっとつないで、んで、あとここのもう少し端っこの方がいいか。この上と下の島を行き来する道を作りたいんだけど、こう行けるか。高低差が意外と意外ときついな。こんな感じ。よし、ものすごい急な坂道になっちゃってるけど、こんな感じでこちら2つの道をつないで、よし、であとは間の道を適当に埋めていって、これ道路を敷くとなんかたい焼きっぽく見えなくなってくるようなそんな気がしてきたけど、まあいっか。あとたい焼きの真ん中の目みたいなところ、ここに木を丸く入れて、でこれでたい焼きっぽく見える。ここが目です。自分がもう少し魚の生態に詳しかったらなんかこう部位ごとに分けるような形にもできたかもしれないけど、まあとりあえずこんな感じでやってみるか。よし、さあこれでせっかく上と下で町が分かれているので、どうしようかな、ここら辺に高密度の居住区をちょっと作って、この上の頭の方には高密度の居住区、そして下の口の方には低密度という感じで、ちょっと住み分けをしてみましょうか。で、ここって騒音大丈夫か？あ、ギリギリ平気か。この内側なら。そして上の方には高密度の商業施設を、この高速の出入り口のところ、幹線道路のところに置いていく。そして下は低密度の商業区画。そしてこのたい焼きのお尻の方に、この焼却炉とか置いてみましょうか。よし、これで時間進めていってみましょう。大丈夫かよし。あとは公園とかも、ここら辺に置く。大きい公園、これ水上には設置できない。水上？水がまだどっかにあるのか。ダメか。ここら辺作っちゃおう。こんな感じで、こちらに高密度の居住区画を作っていく。そして南側の方には、低密度の居住区画。あとはそうな、警察、消防、そして病院もこの辺に作る。電気不足。ちょっと待てよ、また。これ。またゼロメガワット。これちょっと電気無理じゃないか、これ。水力発電ではちょっと不安定すぎるか。今度こっちとこっちを繋いだとしても多分また同じ結果になりそうだな。
そしたら、このたい焼きの尻尾の方、ここを、焼却炉ちょっと、あれ焼却炉ちょっとこっちにずらして、ここら辺、原子力はちょっと嫌だな。地熱。あ、こんな形なんだ、地熱って。地熱はここじゃないな。石炭火力発電所をここら辺に作っていきましょうか。さあ、これで、電気が、来ましたね。電気が繋がって、さあ、これでこちらのたい焼き島に町が発展していく。そしてここの上下をつなぐこの道路もまだちょっとだけですけど使ってくれてますね。これ人口が居住区の需要がだいぶあるのか。あと北側の方にも小学校、南側にも小学校を建てて、高校はまだこちらで許容量がだいぶあるので、いやでもたい焼き島にも一個あった方がいいか。たい焼き島もここで、高校に通ってもらいましょう。あ、あとそうだ、交通機関がこの町ないのか。とりあえずまずはバス車庫を置いて、そしてバス停を、そしてこっちのたい焼き島の方にも、よし。さあ、これでこちらにバスを走らせていきましょう。さあ、あとはこれで渋滞がなくこのたい焼き島発展していってくれればいいですね。そして居住区の需要がものすごい増えてきているので、こちら居住区、低密度の居住区と高密度の居住区作っていきましょう。なんかそんなにこの上下で分けた意味があるのかどうかわからないけど、一応これでたい焼き島が少しずつ発展してきていっています。あとはこれ労働者が足りないのは、あ、そうか、大学で教育を受けた労働者が足りないんだ。もうこれ大学が必要になってきたか。そしたらここに大学建てるか。ここでこの小学校、高校、そしてたい焼き大学なんだそれここにたい焼き小学校とたい焼き高校とたい焼き大学を作って、これでこのキリア海底都市の人々にこのたい焼きの作り方を学んでもらいましょう。あとこの辺の火災報知器とかもやっておくか。あとこれ省エネとか水道使用制限とか、この辺いつも使っていなかったけどお金は無限にあるのでどんどんやっていきましょうか。公園優遇とかハイテク住居導入、この辺もやっていく。さあ、これでどんどん住みやすい街にしていって、このたい焼き島にどんどん人を呼び込んでいく。そういえばここ水力発電所のところ、あ、使ってる人がいるこの水力発電所のところ道路つなげたはいいけど、結局ここ高速でも行き来できるからそんなに使う人いないかなと思ったけど、一人だけ使ってくれてますね。これはこの高速料金を、あ、ここにもいた、高速料金を節約しようとしている人はこっち使ってくれるのか。ここに高密度の商業施設がたくさん並んでいるけど、みんな労働者が足りない。教育を受けた労働者も足りない。まあこれはどんどん人口が増えていくのを待つしかないですよね。まだ人口が少ないうちに高密度の居住区画とか産業施設とか作るとあまり良くないのかな。ちょっと働く人が少なすぎるので、これ図書館とか作るか。そしてブックフェアをやってみる。この島だいぶ発展してきたけど、この労働者不足問題が全然解決しない。このたい焼き大学に通っている生徒が70人しかいないんだ。そもそも人口が、青年が433人しかいない。こっちの低密度の商業施設の方はそんなに少なくなっていないですもんね。ここで一つ高卒の人が足りないというお店が一個だけあるだけで、ここ全部低密度の商業区画ですけど人材が足りないと言っている人は全然いない。で、この北側、この一段上の高密度の方がだいぶちょっと厳しいですね。
高校で教育を受けた人がそもそも足りないのか、小学校も高校も足りてない、小卒も高卒も足りていない。やっぱりこれ人口が低いうちに急いでこういう高密度のものとか建ててもうまくいかないのか。そう考えるとあのマイルストーンのシステムはちゃんとよくできてるんだな。さあこちらこのたい焼き島、北の方ではたくさんの高層ビルが立ち並ぶハイテクな町、そして南側ではこの低密度の建物が並ぶのどかな町となっています。この低密度の方でのんびり過ごすか、高密度の方でこの競争社会に揉まれながら経営者も人材不足で大変ですが、そんな町で過ごしていくか、どちらかを住民に選んでいってもらうことにしましょう。さあこれでこのたい焼き島もだいぶ区画は埋まってきたので、そうしたら今度このたい焼き島の頭のてっぺんのところ、こことこっち側、ここはこの水力発電所の道路でつながっていますので、今度はこっち側にまた、ちょっと小さい島ですけど、ここにもまた作っていく感じにしましょうか。んでそうなるとこれどんどん広くなっていくと、行き来するのがバスだけでは大変になってくるから、この新しいこのたい焼き島の上のこの新しい島と第一キリア島をヘリーでつなぐとかする。このたい焼き島は海岸線のそばに居住区があるような感じになっているので、この新しい島と第一キリア島をフェリーでつないで、そしてここからこの水力発電所の上を通ってたい焼き島に行ってもらうという感じにしてみましょうか。でもまあここにフェリー乗り場を作っても将来的に水を抜くことになるかもしれないけど、とりあえずはそんな感じでやってみましょう。今この海がある状態だと他の交通機関がちょっと使いづらいんですよね。地下鉄とか鉄道とかの線路も引きづらいし、なのでまずは水を抜く前はフェリーで行き来してもらって、そして水を抜いた後はもう完全に新しい生活様式に変えてもらうということで、フェリーを廃止してまた別の交通機関でここを行き来できるようにするという、そんな感じで行ってみましょうか。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。